はい。それは人類最大のテーマ。愛には様々な形があり、解釈も人それぞれ。しかし、最も重要な無条件の愛について知る者はごくわずかしかいない。この究極の真理の答えはインドにあった。まずお茶を探すところから始めます。一日の始まりは、まずサダルストリートに出てお茶を探すところから。あれ、何時に待ち合わせしたんですか？3時です。今何時だろう？今でも3時って言ったけど、おっちゃん時計持ってないから。ねえ。そう。ねえ。はい、ねえ。あ、いたいたよ。起きてた？寝てた？ちょうどよかった。キー、カッティングヘア。キーです。マザー・テレサ・ウェイ。オッケー。マガラウス。オンサイ・シシ・バマン。だから、私たちここ、ここ。はい。カッティングヘア私がセレクトしましたショップは共用に伸ばし、それでは行ってみよう。インドの青空床屋で散髪してみた。すごいね、かっこいい。スモヘア、はい、ありがとうございます。注目していただきたいのは床屋さんの手慣れた手つきとディレクターの美肌、爽やかな笑顔と肉体美。寝癖がついたこの髪型もあっという間に爽やかヘアに。ですが皮膚には相当なダメージが。気になるお値段は日本円で170円相当。安い。旅の心得その1、誰でもいいから人に聞け。多分彼は英語を理解し、足りだ。4, 5, B. OK. Thank you.なかなかお目当てのバスが見つかりません。だけど、まあちょっと着くのが早いかな。旅の心へともに、自分で探すな人に聞け。この時間走ってないのかな。と、その時、なんとお目当てのバスが目の前を通過。急いで、ナナさん。ありがとうだよって教えてくれる。旅の心得その3、言葉のジャブを打て。そしてバスに揺られること1時間。ここだ。なんとか目的地に着いたと思ったら、思ってた場所と違うみたい。気を取り直して目的地に向け聞き込み開始。果たして名探偵ナナさんは無事目的地に着けるのでしょうか。旅の心得その4、迷ったらタクシーに乗れ。カニがない、カニが
ありがとう。ありがとう。聞き込み調査を続けていたら、なんと目的地の目の前。旅の心得その後、人についていけ。これがカリカ。これです。ああ、本当だ。マザーテレサ。ここで働いてる。 How much?